五面町駅、五面町駅は、高知県南国市内にある、土佐電交通五面線の路面電車停留場、並びに土佐黒潮鉄道、TKT 朝線、五面、那覇里線の駅である。土佐黒潮鉄道の駅番号は、GN39。土佐電交通五面線の五面町停留場と、土佐黒潮鉄道、朝線の五面町駅のうち、開業が早かったのは、 五面線の停留場である。このほ九1974年までは、土佐電気鉄道秋線の五面町駅も存在してた。ここでは、秋線の駅についても扱う。土佐で、運交通五面線は前身である、土佐電気鉄道の手により、張間や橋方面から順次、路線が開通、1911年、明治44年に、五面町停留場までの区間が開通し、 全通を達成した。ただし、当時の終点御免町は、現在の御免東町停留場のことである。そこから東停留場まで延伸されたのは1925年、大正14年。東停留場は、御免町駅前停留場、御免町駅前停留場として開業した。御免町駅前停留場が開業した時、当地にはすでに、高知鉄道の御免駅が設けられていた。 高知鉄道は、秋線の前身。1920年、大正9年に創立し、1924年、大正13年に、五面体幹の鉄道路線を開業させた。五面線が東低流上まで延伸したのは、この高知鉄道開業に伴うものであった。なお、高知鉄道の五面駅は、東低流上開業の翌年、小線の五面駅まで路線が開通したのに合わせて、 五面町駅に改称している。五面線は当初五面町駅前に乗り入れて、秋線と接続を行っていたが、1930年、昭和5年からは、軌道が延長されて、駅構内にも乗り入れるようになり、土佐電気鉄道、当時の社名は、土佐電気と高鉄道の路線は当駅で接続。その後、戦時中の交通統合により、1941年、昭和16年に、 高知鉄道が、土佐電気の交通事業を譲り受けして、土佐交通と社名を変更する。戦後、土佐交通は、合併により、土佐電気鉄道に社名を再度変更。御免線と秋線は、土佐電気鉄道の路線となる。しかし、秋線は、国鉄朝線建設のため1974年、昭和49年3月限りで廃止され、同線の御免町駅も廃止。 変わって、同年7月からは、五面線の停留場が、五面町停留場と称するようになった。秋線の廃止により、五面から秋までを結ぶ、鉄道路線は一旦消滅するが、2002年、平成14年に、国鉄朝線を引き継いだ、土佐黒潮鉄道、朝線が開業したことで復活。同線の五面町駅はこの時の開業である。そして2014年、 平成26年には、土佐電気鉄道が、経営統合による、会社分割により、新会社土佐電交通となり、現在に至る。土佐電、ん交通の停留場と、土佐黒潮鉄道の駅はやや離れていて、線路や駅舎は繋がっていない。土佐黒潮鉄道の駅の南方にある、ホームは2面あり、単線の軌道支端部を挟んで向かい合わせに設けられる。線路北側のホームが、 校舎用、南側のホームが乗車用。ホームの隣には窓口業務を行う5面出張所、バスグループ扱いがあり、コンビニエンスストアローソンが併設されていて、待合室からも出入りができる。2017年3月1日に、ローソン南国5面駅店を外観に600、軽電車が描かれ、店内壁面上部に全停留場を掲載されたデザインにリニューアルした。 かつて、秋線につながっていた線路が半ばアスファルトにうず漏れた、形で一部残っていたが、新町や一所建設に伴い完全に撤去された。秋線の御面町駅には、駅舎が存在し、御面線はその前に乗り入れていたため、駅舎は秋線と御面線に挟まれるようにして立っていた。駅では両路線を乗り継ぐ客によって、乗り換え競争が行われていたが、1954年、 昭和29年より、五面線の路面電車が、秋線内に乗り入れて、直通運転をするようになると、その光景も見られなくなっていった。駅舎は、秋線廃止後バス営業所として利用されていたが、1980年、昭和55年に解体。その後周辺の再開発により、五面線の停留場は移転を繰り返したが、現在は当初の位置に戻っている。 隣の五面東町停留場との間で、軌道は単線から複線になり、南に一本、北に日本留置線が並走する。これらの留置線は、かつての五面車庫。2011年、平成23年12月現在で14両が、大泊を行っているが、運行ダイヤの見直しにより10両とする計画が、提示されていた。高架橋上に、ホームが設けられる。 高架駅。ホームは、単線の線路の南側、秋方面に向かって、右側に一面のみの単式ホームである。駅舎は設置されず、地上とホームはエレベーターで往復可能。トイレもある。駅員は配置されていない。2004年からは、ありがとう駅の愛称が付けられている。発案は、ごめん町で幼少期を過ごし、ごめん、覇は線のイメージキャラクターをデザインした。 漫画家柳瀬隆駅名がごめん駅と紛らわしく、ごめんに対してありがとうとすれば、響きが良いという柳瀬の提案を受け南国氏が意見を募ったところ、好意的な意見が多く寄せられたことから愛称に採用し、駅には柳瀬本人がデザインした看板が設置され、ごめん、那覇線、開業2周年を記念した2004年7月4日に、除幕式が行われた。 名称は、ごめんまちこさん。赤い帽子、服、長靴姿で、緑の髪を持つ色白の女の子である。駅が、南国市の中心部近くに位置することから、都会風のいでたちとなっている。このキャラクターのモニュメントは、駅前広場に設置されている。原平と世界のオリゴールの館が近くにあったが、2004年12月30日に、閉館した。 建物は取り壊され、跡地は現在パークアンドライド用の駐車場となっている。5面長バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。かつては、高知両幕工業のバスも運転されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。